見れば見るほどです。はい、最初はこちらのお便りでございます。小牧のピンクレディさんをはじめといたしましてということで、これはもう小高さんの方が詳しいかもわかりませんが、何ですか、坪井さん、大手ホテル阪急阪神ホテルズ、お客様に提供するお料理の食材の産地を全く違う産地のものを使用していることが発覚しました。高級ブランドの豚肉と言っていたのに普通の豚肉だったり、芝エビが外国産のものだったり、鮮魚と偽って冷凍物を使っているのに鮮魚と言ったりと、まあ、やりたい放題。このホテルのお料理のコース値段がテレビに映ってましたが、1万円台、結構あれでしょう、ね、お昼300円400円のお弁当で済ましてる人にとりましてはですねからなかなか一食につき1万円台というのは、ね、1万円のこのコースだったら、はい、やっぱりそういう高級食材を使ってるだろうと、そういうことでしょう、思いますよね。あの値段が高ければ量が多いと僕ら昔思ってましたけどもなんか、はい、ご飯でもほらやっぱりね、普通盛りと大盛りとではちょっと100円アップとか、ね、アップするとボーッとちょっと多くなりますから、はいね、私も最初知らずに、こんな値段やったら食い切れんやろ、3000円のコースと5000円のコースとどっちする言うと、食い切れんやろって言って、そうお客さんそうじゃないですけども、言われて、はい、ね、というのはなんでや言ったら、いい食材が使ってあるからです、ね、でまあこの1万円台、こんなことがあると私たち消費者は何を信用して食材選びをしていいのか。スーパーに行っても今や産地や生産者が表示されていますが、これ本当かなと疑ってしまいます。真面目にちゃんとしたものを提供してきた方に本当に無礼な話です。正直者がバカを見るなんてことはあってはいけないことだと思います。ホテル側は2006年からこういう悪質な嘘をついていたようで、78,775 人に及ぶそうですが、このまあ騙されて食べた人、これでもきっちりした数字出してますね、そういうところは、ね、75人まで出てる社内調査今回、はい、で、まあね、分かったいうことらしいですか、ね、だってこれあの1件だけと違いますからね、はい、全部集めての話でしょ、はい、ね、そうですね、チェーンのね、78,775 人に及ぶそうだということですがね、提供者が、確認できれば返金するとホテル側は言ってるようですが、お金を返して謝ればいいという問題ではありませんよね。騙すつもりはなかったと言ってるようですが、これを騙していると言うんです。こういうとぼけた回答も腹が立ちますね、というお便り、まこちゃんからもいただいております。2006年度から47の商品で行われておりまして、という、まあ、先ほどの繰り返しになりますが、例えば高級牛肉が安物の肉に、油、あの牛脂っていうんですか、油の油をこうちょっと注入して、はい、こう加工する、加工するという、うん、はいはい、霜降り状態にするみたいなことでしょうね、はい、なんかこうちょっと油身も入った高級なやつのような味になってくるということですかね、はい、で沖縄のアグー豚がただの豚、それから地鶏がブロイラー、信州そばが中国産と国産のミックス、鮮魚が冷凍の魚、イクラがトビウオの卵とか、もう本当、嘘ばっかりのひどい状態でね、仮に返金するとしたら返済額は1億円ぐらいのことらしいです、でも今返済額1億円かと聞いて、なんとなく分かってきましたね、こういうものでやっておけば利益は1億円ぐらい、なんかね、はい、なるんだな、そういうことでしょう、はい、安くやっといたら返済額の、ちょっと今僕いい加減なこと言いましたけども、差額を払うのか今差額のつもりで言ったからこのままごまかしていったら1万円ぐらいの利益出るんかと思いましたが、はい、差額やないやろな、多分それはまあ違うものを食べさせられたということですから、差額だけの問題じゃないですからね。でも47だけですから、うちは偽ったのはお客さんが食べたのは38種類ですので、いやいや、差額を払わせていただきます。申し訳ございませんでした口調は丁寧だけどひどいこと言ってます ね、 はい、んね、そんなことはまあまあ分かりませんけれどもね。でもこれ どうなんでしょうね、こう内部調査みたいなところで発覚して、これだけチェーン、まあ、グループのいろんなホテルでありましたっていうことでしょ、でもこれまあ、それぞれのホテルが知っててやったのか知らないでやったのかっていうのは分かりませんけれども、
全部のホテルのチェーンとしてやれって言われてやってたわけではないと思うんですよ。それぞれのホテルのそれぞれのレストランが割と自分の判断でこことやってたなっていうのが、今回そのホテルズっていうところの調査で一連とこう出てきたってところを考えると、ここだけかなっていう気がしますよね。それで今回の場合はホテル側はですね、業者と食材を仕入れる部門の情報の共有をちゃんとしていなかった、偽装をしようと思ってやっていないとは思うと言っております。どういう意味ですか？だから、食材仕入れる方と、それからまあ、現場の方とメニューは、まあ、ランチとかだと常に、まあ、季節的に変えごとぐらいは変えるかもしれないです、ある中で、今日はこの食材が調達できなかったからこっちにしようみたいなところが表記違いになってたってことですか？という、まあ、今日はこっちにしようじゃなくて、よくあるじゃないですか、常にこっちやったのと違いますか、よくあるじゃないですか、この食材が今日は調達できませんでしたの、代わりでこの食材でやりますみたいな表示って時々見かけますけど、それをやってなかったってことですか？あんまりひどいものを変えても、例えば吉岡直子さんがちょっと都合悪いので、小高直子さんで調達しましたけど、何やの同じ直子、違いないか、似て非なるもんや。まあ、逆に良くなったんじゃない？話がちょっとよく行きましたんで、はい、こちらの方、桜丸さん、うなぎも米も料理も馬刺しも偽装は許されないことですが、偽装表示してしまう理由を真剣に考えなければいけないと思います。まあ、さっきの利益が上がるということですよね。まずコストがね。それを考えなければいけないと思います。乱暴な言い方になりますが、名前を偽った方が売れると。ね。ね。いわゆるその、僕は冷凍の魚をですね、上手に調理したものと鮮魚を調理したものとの違いは分からない自信があります。どうぞって言ってるね。味の違いが分からない人が表示だけを頼りに良いものを食べたと言っていること自体が何やら滑稽に思います。もちろん偽装表示をした上で付加価値価格で売る商売は許せません。でも安すぎるくらい安くないと買わない消費者も、良いものをできるだけ安く買おうとする消費者も、適正価格についてしっかり考えてほしいとも、話がちょっとね、この間うちからの、安い原料をもうどんどん入れて利益を上げていくんだという、その向こう側、原料を取り入れる向こう側にもいろんな現実が、悲しい現実があるぞというようなこともあり、まあ、ちょっとこの方広げていただきましたが、食文化といいますかね、食産業ということは、いろいろと、もっと言いましょうか。こちらの方はね、誰でしょうか。我が子を愛する中ネームさん。今まで7万9000人の方がメニューと異なる食材を使った料理を食べて、誰一人として気づかないということは、人間の味覚いうのは、いくら俺は味にうるさいとか、俺は食材にこだわるとか言っても、なんか当てにならん部分の話やなというふうにも思いますというね。でもまあ、あれですよ、わかりませんよ。そこを見破った人はいないかもしれないですけれども、この値段でこの食材使って、この味はまずかったねって言って帰った。それはシェフの腕が下手だったからって理解して帰った人もいる。でも実はそれは食材だったのかもしれないし。私ね、自慢やないですけどもね。はい、例えば高級なね、すっごいフランス料理の、とか中華料理のすごい高級なもののですね、このちょっとした違い、これはね、はっきり言って分かりません。だけどね、この間、食べた冷麺、いつも食べてる冷麺、韓国風冷麺、食べたらね、全然味違うんやわ。全然違うから、呼んで、ちょっとすみません。今日のこれ、まずないですかって言っとった。もう、したら、ちょっと待ってくださいって、それも持ってって、で、また来て、すいませんでした。いつも使っている、韓国風冷麺の、だし汁が、あれね、違う業者の今日は使ってますって言った。わかるの。ちゃんと。そういう程度のものは。そういう程度のもの。バーンと向こう、驚いてて、来ました。すいません、お客さん、確かにそうですわ、って言われたことがあった。ねえ、だから、どうなんでしょう。だって、ほら、だって、これホテルで、さっきもスタッフと話してましたけど、ホテルで、ハンバーグぐらい手でこねてくれよっていう、なんか、手ごねハンバーグ。小高さん。はいはい。主婦だったらこのくらいやりますよという、宮本先生のフレーズで何度も聞いたことある。主婦は
はい、主婦は料理だけ作るんじゃないの、掃除も洗濯もせなあかんの。そんな中で料理だけにそうやって専念することはできないのという腹があるもんやから、宮本先生にいろんなこと逆らっとるわけやな。はい、わかりました、はい。シェフは職業ですよ。あは。ハンバーグも手でこね。主婦も職業のような気がしますけど。ハンバーグこねへんで、はいはい、調理時間何してるのシェフは。手こね寿司です。他のもんこねさせてもらってます。フレンチやらないの、洋食のシェフでしょ。和食は和食で和食じゃる、こういうとこいるんじゃないですか。わかりませんけどね。まあ、和洋折衷でやってるとこもあるかもしれませんけれども。はい、はい。まあ、本当にね。いろんなことを感じますね、さっきの話じゃないですけどもね、はい、うん、まあ食文化といいますかね、はい、食生活、はい、食産業、そうだね、うん、あの騙すつもりはなかったって言って、それはあの産地が違ってたいうのはこうかけ違いがあったかもしれないですけど、うん、手ごねか手ごねじゃないかは誤解も何もないですよね。でも仕入れた先のハンバーグが、はいはい、手ごねハンバーグっていうのは業者から仕入れてきたら、手ごねハンバーグを仕入れたんで、これは手ごねハンバーグ、はい、ハンバーグですよでええやないですか。わかりません。わからん。なんでそこのホテルの味方せないかな、僕は。本当だね、はい。はい。ということでございます。